宮崎祐希は、佐賀県唐津市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。愛称は、タイソン、ゴリ。長崎日大高時代は保守を務め、2年時の夏に一番保守として、甲子園出場を果たす。2安打1打点と活躍は見せたが1回戦で敗退。3年時の夏は、長崎県大会ベスト4で敗退。 アジア大学へ進学するも、旅重なる故障に苦しみ一部リーグ通算11試合出場で、わずか5打数1安打に終わる。同期の岩本隆弘や一年下の中田良次らが、早くから出場するなど層が厚かった。大学卒業後は、セガサミーに入社。保守としての入部だったが、 同期に保守が2名入部したこともあって、外野手に転向すると打力を買われて、春から指名打者としてスタメン起用されるようになり、3番センターとして定位置を確保した。2年目は静岡大会では打率、421の活躍で優勝に貢献、続く京都大会では打率5割をマークし、首位打者を獲得した。二千十年十月二十八日、 プロ野球ドラフト会議にて、オリックスバファローズから3位指名を受けた。2011年、1軍出場はなく、2軍で96試合に出場し、打率222、0本塁打を記録した。7月には、フレッシュオールスターゲームに出場した。2012年、5月4日に1軍登録されたものの、4試合で9打席無安打、5三振に終わり、 5月10日に登録抹消された。9月29日に一軍登録され、同日のチワロッテマリーンズ戦で1番センターで出場すると、1回表にプレイボールの球を左翼席に叩き込み、プロ初アンダ初本塁打を初級先頭打者本塁打で飾った。この試合では3アンダ3打点で初の猛打賞、さらには初盗塁も記録し、試合後に 初のヒーローインタビューも受けた。なお、1回表にプレイボールで初本塁打を放った、史上初の選手となった。また、同僚の川端隆志がこの年に初本塁打を満塁本塁打で記録していたことで、先頭打者本塁打と満塁本塁打により初本塁打を記録した選手が、同一年に揃ったのは史上3例目となっている。 その後も公式戦最終戦まで出場し続け、昇格後の7試合で打率。308、日本類が6打点の成績を残した。2013年、4月10日の福岡ソフトバンクホークス戦で、決勝的時打を放つが、その後は調子を落とし2軍に降格。6月12日に再昇格すると、対読売ジャイアンツ戦で即日スタメン起用される。ところが5回裏の打席で、 スクイーズのサインを間違えたために三塁走者を今日殺されチャンスを潰した。翌日には二軍降格となったが、6月28日には再び一軍に昇格した。一軍と二軍の往復を繰り返したが、自己最多の53試合に出場した。2014年、一軍では4試合の出場、一本の安打を記録。二千十五年は六七月の出場試合十七試合の うち25試合で出塁。最終的に45試合に出場し自己審の33アンダ14打点を記録。2016年、23試合の出場で打率。238を記録した。2017年、開幕一軍に入り、代打での出場がメインだったが、4月中旬頃から一番中堅守としての出場機会が増え4月20日の北海道。 日本ハムファイターズ戦では3回表に4年ぶりの本塁打を放つと7回表には自身初の2打席連続本塁打を放ちヒーローインタビューを受けた。2019年は15試合の出場にとどまった。シーズン終了後の10月2日に球団から戦力外通告を受けた。引退後の2020年1月から大手生命保険会社アクサ生命に入社し、 営業マンとなった、走行手3拍子揃った外野手。瞬速で、守備範囲が広く、強権を兼ね備えている。また、打撃では、パンチ力を秘めている。明るい人柄であり、チームのムードメーカーとしても活躍した。同性である横浜 DNA ベイスターズの宮崎、敏郎とは、血縁関係はないものの、同じ佐賀県唐津市出身。 セガサミーの先輩と後輩と共通点が多く、定期的に自主トレを行うなど交流は深い。ありがとうございます。